金沖駅は、香港新海湾区にある、香港鉄路東優先と進む市に線の駅。外立環球によって施行された、地上駅。ユニークなデザインをしている、当駅は2005年には、香港建築士学会厚労省、2006年には、官保建築専業議会による、官保建築省、2008年には、商業週刊、建築記録雑誌が発行した。 中国のベストグリーン賞を受賞した。ホームは、単式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線の、計二面三線を有しており、可動式ホーム柵完備。駅舎は、単式ホーム側にあり、島式ホームホームとは、湖泉橋により連絡している。東優線の線路の間に、地上回線の通過線が二線、ある。トイレは1.3番線ホーム上の東寄りにある。 もともとは東優先開業時の非常用対比施設を前進とし、駅開業とともに旅客ホームが設置された。副本線と本線の間の構造物がその名残となる。当駅は香港ディズニーランドへ向かう進む市に線との乗り換え駅としての目的で設置されたものであり、駅周辺には住宅や観光施設はなく建築計画もないので、 当駅で下車する客は少ない。香港ディズニーランドが開業する前は駅の利用客はほとんどいなかった。ありがとうございます。